完全に達成おめでとうございます。でパターはこれ何？あ、これね、これがね、これがすごい、このね、スパイダーちゃん、スパイダー、これもテーラーメイドちゃん、スパイダーちゃん、そんなにいいやつなの？これめっちゃいいやつ。あ、そうなんだ。めっちゃいい。そうなんだ。このジェイソンネームを使ってた。ちょっと劣化版ツアーあるんですけど。片落ちね。片落ち、そうですね。劣化版。違うライン。違うライン。この、なんですか、ニューマリオット。お、マリオット式？なんていうの？ニューマリオットっていうなんかこのパターンの形。その大きいのをそうやってる。そうそう。こいつがね、また。いいんだ。これでほぼほぼ2パットぐらいいけるようになるそうだっけ。ちゃんと芯にミートさせるっていう練習をちょっとやろうか。大事っす、うん、今どこに当たってるかってぶっちゃけ自分で分かってないですね。どこにミートしたか分かるシールになるんですけど、はい、これはどこでもゴルフショップ行けば売ってるんで、ね、ちょっとそれを貼ってこれをね、はい、あ、じゃあ僕のドライバーはそのスイートスポットにちゃんと当たってるのかどうかみたいな。絶対当たってないと思うんですよじゃあ5球って見ちゃダメだよ。あ、なるほど、うん、はい、スライスだね。まあ、これもまあスライスだね。ああ。ドスラ。さよなら。ってことで、さて見てみようか。2パターンありますよこれが現実なんですよ。2パターンありますね。ひどい。真ん中にうまく真ん中を避けて何これちょっと待って、どういうことなのこれはひどい。これは誰もできないですね、うん、逆にね誰もまあここら辺があの天ぷらしてたやつだよ。そう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 、で多分ねここがね割と良かった球、まあ、根元で打つフェードとは言えないちょっとスライスで、これはね結構スライスしたと思うんだ多分。こんな根元で打ってるんですか。そういうことです。ここら辺がいいよね。なるほど、ね、ちょっとこっち。なるほど、そうですよね。そうするこれがこうずれればいいんじゃない。そう、あのミートポイントをちょっと意識して振ってみてよ。そう、うん、真ん中に当てるってつもりで。今のは悪くないと。ちょっと待って、見して。真ん中に当たってない？あ、ほら。本当だ。ほら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 。これ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 。多分最後の多分これだと思うな。ちょっとボールがくしゃってなったね、感触が、うん。いい感じだったよ。なるほど。それを意識して打ってると今みたいにナイスショットができる。ちょっともうあと5球ぐらいいける。それも悪くないと思う。ちょっと見して。真ん中にあと増えてない。プロ増えてる。ここでもやっぱ増えてる。濃くなってる。ってことはやっぱヘッドを最初、うん、ここに向いた方がいいですよ。今までこうだったですけどここ、まあね、強制的に直すんだったらそう、今いいかもしれない。応急処置であれば、うん、まあね、スイング自体はもう直さないといけないからねとりあえず今日はちゃんと芯に当てるってね。ちょっと張り替えてみよう、新しいの。ちなみに僕が15球ぐらい打ったのがこれです球飛んでたもんな、マジで。ちゃんと意識して打ってね。ミートね。そう。ボールを感じて。
今のはちょっと違うな。今のどこら辺？真ん中ちょい上。真ん中ちょい上。そうだね、もうちょっと下がいいかな。でもあの軌道は何なんですかね。もうじゃあスイング軌道。そうそうそう。あの球の軌道。スライスしちゃうのでしょ。ここです。もう圏外です。圏外。圏外が出ました。さっきいい感じでできてたのに、あれはどこ行っちゃったの？あれは何なんですか？じゃあこの際 T をちょっと低くすると。お、まあスライスだけど。今のでどこ？カーブです。なんでだよ。ちょっともっとさ、極端に低くしてみて。練習にはならないけど、ちょっと真ん中に当てたいんだよ。うん。ちょっと引っ張っちゃってるけど。ねもっちゃんです。どう？メモっちゃうんですそれそれちょっと寄ってきました、こっちに。ちょっと違う、もうちょいです、もうちょいです、もうちょいです。ここが欲しい、ここが。もうちょいです、リーダー、リーダー、もうちょいです。いや今ちょっと神の、ささやきが聞こえてる。ささやきがね、神様あってきたんですけど、ちょっと今実践してみようと。実践してみよう。はい、神は、はい、オープンスタンスでいける。はい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 。その今右の軸がブレてると、イエロー君は右の軸がブレてるよと。うんうん。ということで神様は、クローズにするんじゃなくて、オープンにしよう。はいはいはい。こう、イチゴみたいな。なんだっけ、弁方眼の逆ね。そうです。逆弁法オッケーオッケーオッケー。まず自分の軸がおかしなことになってるから直しなさいと。うん、多分そうだと思うんですよ、神から。うん、それは試してみたい。ちょっと神様にちょっとカメラ渡す。はい、喋りながら見てもらう。じゃ神様に悪いとこちょっと指摘してもらいながら。じゃ神様、ちょっと神様、あの戻りのオープンスタンスで。これでまたちょっとどうしようか。さあ、スライスですね。うん。ちなみに今、ここでした。うん。これが、この神様のコメントによって、ここに、このアドバイスでここに打ち込みたいと。足を引いてます。ああ、よっしゃー。神様、センターに当たらなかったんですけど。まあ。許容範囲。許容範囲。ここだとやっぱ、内側に行けば行くほど、曲がりやすい。曲がりやすい。外側に行けば行くほど逆にドローがかかりやすい。うん。そうだね。なるほど。ですね。え、これ革新的。もうちょっと。もう2、3球行きます。オープンスタンス。めっちゃいい球だったね。カムさん Nice one, nice one.
またちょっと、さスライスみたいな。え、なんでこれはこういくの？ちょっと説明を。なぜこうするとまっすぐ行くか。うん、あれが普通の人がやったら正しい。なるほどね。体の回転的にやっぱ右足後ろにするとこう余計右に行くわけじゃん。だから今のが正しい。いや今まで仙台全部おかしくなってた。もっと左に行ってなきゃいけない。だから慣れてればやっぱ左に行くはず。で、足を戻したらちょうどまっすぐになる。右足が悪さした。そうですね。すごい神様そうやない。そうですね。マジか、すげえ神様。道のりが険しいです。いや、まだね、まだ初日みたいなもんだから。そうですね。ただでもその神様の教えで、うん、ちょっと続けていくんかな。これでちょっと改善ができれば神様信じてやってみようと思います。ちょっと今神様が何者か気になってる人いっぱいいると思うんですけど、神様は今後また出てきます。おそらくかっこ仮でキラ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 って。今神様です。今神様です。そう、神様です。わー、神様キラ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 。またね。またね。神様。神様。